ついに完成、キャリングケース、これで安全に持ち運べます。こんにちは、マウントリスです。今回はついに完成したキャリングケースをご紹介します。今までやっと作らなきゃなと思ったのがついに完成しました。左右のこの留め金を外すと、前面と背面がアクリル板になっていて、そこが開いてアクセスできるようになっています。このようにヒンジで止まっています。上2段は本体とプロペラを入れるところ、下が翼を入れるところになっています。以前はこのように段ボールと割り箸で作ったキャリングケースだったので、この間の大会に持ってた時にちょっと壊れてしまったりしたので、今回作り直そうと決意しました。上2段はこのようにスライド式で手前に引き出すことができます。下の部分の主翼を止めるところは、これ F1D も入るサイズで設計してあるんですが、今は F1L が収められるようにしてあります。 F1L の場合は3機収めることができます。上部についている持ち手のハンドルもかなりこだわって選びました。モノタロウでだいぶ探して、ちょうどいいのが見つかったのでよかったです。このような形でやっと綺麗に持ち運べるようになりましたので、引き続き頑張って作っていきたいと思います。次回は主翼をまた作る動画にしようかなと思っております。引き続きチャンネル登録やいいね評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。